みだ。どうせ研究が長引いて帰れないとか言うんでしょ。何拗ねてんだよ。美術ストーンだ。待ってね。エリシオンのアカデミーで充実した日々を送ってる。以前から続けていた研究に新しい発見があったんだ。あ、もっともそのせいで研究が長引き、すぐには帰れなくなったんだが。ほら、やっぱり。だからあなたたちにもエリシオンに来てもらおうと思って。ほんと勝手なんだから。この発見はレムナントの新しい利用法につながるはずだ。そうなれば人々の暮らしはより、お前たちのことが先だな。すまない、寂しい思いをさせてしまった。あなた録画時間だ。ああ、それでだ。そちらに迎えを送る。準備しておいてね。ラッシュ、イリーナを頼むぞ。リナ、誰とも軽く気をつけて。まだ。時間切れか。父さん喋りすぎだよ。不安なのか。私この島から出たことないから、でも大丈夫。もうすぐみんなで一緒に暮らせるから。そうだな。え、なんだ。処分しろ。突然空飛ぶ化け物が襲ってきて、妹のタリスマンが不思議な光を放った。わからん、そんな話を信じろと。嘘じゃねえって。ともかくまずはここから出るぞ。お前も一緒に来い。